もうこの暑さはダメでしょう。今、ちょうど1時5分ですね。今日は美容院に行って、で、その帰りに何食べようかな、お昼と思って、そしたらね、いいものがあったんです。おほ。と言いつつ昼から飲む。暑いんだもんだって。よいしょよいしょ。いただいちゃいました。濃さもバッチリ。ナイス目分量。あ、もうなくなっちゃう。今日の本題、これは何でしょう。まずは肉ですね。つけ麺の汁。つけ麺、地獄つけ麺、おいしい召し上がり方。つけ汁は容器の蓋を取っていただき、電子レンジで1、2分温めてくださいって書いてるんですけど、なんかまだね、あったかい。あったかいからこのまま食べちゃいますね。辛そうな香りがする。これを、よいしょよいしょ。いやー、今日本当暑かった。もう美容院で途中からお昼何食べようってそれしか考えれなくなってましたけど、この日中の暑い時間に出かけるもんじゃないですね。じゃあ早速いただきますね。よっ。5辛ですよ、5辛。5辛ってどのくらい辛いんだろう。一口目は普通に美味しい。地獄つけ麺って食べたことありますか？お店では何とか食べたことはあるんですけど、今これテイクアウトできるんですね。つけ麺で熱くないから本当はフーフーってしなくていいんだけど、つい癖でやっちゃう。お昼時だから、これ買いに行ったのが、何時だったかな？ 12 時半くらいだったんで、意外とカウンター混んでたんです。じゃあ最後、一気に入れます。辛いもの食べたかったから、結構これで満足したかも。